皆さんこんにちは満館官業レック専任講師亀田です今回はその、えー、官業満館のガイダンスを始めていきたいのでよろしくお願いします、えー、お手元なんですけれどもこちらもし、えー、各校で聞いていらっしゃる方がいれば、えー、プリントアウトしていただいて そしてえー、まあ、ネットから見てられる方もですね。まあ、もしプリントアウトできたらしていただければ、えー、もし、えー、なくてもね、えー、こういった形で画面に必要な資料を移していきますので、えー、まあ、その辺でね。見ていただければと思います。まあ、約20分ぐらいでしょうかね。あのー、まあ、今年のマンション管理士管理業務主任者の試験に向けてね、まあ。どういった勉強をやっていくかっていうところでね。ほんの少しまあ、話していただきたいので、えー、少しお付き合いください。改めましてレックス先行し亀田です。よろしくお願いします。 でえー、今日の、まあ、何といっても一番のところが、まあ、お題にもあるように「夏スタート」ね。 えー、果たしてて間に合ううかっていうところです、えー、今皆さん聞いてる時期は様々でしょうが私今こうやって収録しているのがほぼ6月も終わりにかけております、えー、そうすると7月と8月と9月と10月と11、えー、ちなみに試験日一応確認しておきましょう、えー、管理業務主任者が12月1日一番早いですねそれからマンション管理士その1週間前ですですから、まあ、7皆さんが見ているのが7の初めだとしても7 8 9 1 0 11えー、5ヶ月どうかっていうところですね、えー、まず最初なんですけれども間に合うとかうんぬんかんぬんよりも,もう間に合わせなきゃいけない状況だと思いますね、えー、ですからもう間に合わせていきましょうです。はい、ですね。はい、でまあこの時期さらにさらに、まあ、あの結構聞かれたり質問を受けたりするのは、まあ、どういうテキストがいいですかねどういう問題集やれば受かりますかね。えー、もううちょっと言うと言 ちょっと楽して受かりたいんですけれども何、えー、とかちょっと時間のない中で受かるっていう何かいい方法ないですかねとか言われるんですね。まあそうはそうでしょうね時間がない中でやらなきゃいけないしお仕事を抱えながらでしょうからね、えー、その答えですが、えー、残念ながらありません。 基本的には時間をかけないと無理だということは、これを、えー、お分かりくださいませね。えー、そろそろ、まあ、世の中にもいろんなね。楽して受かるとかね、これだけやっとけば受かるとか、はい、長短楽々とかね。まあ、ちょっと奇妙な土台が売ってある、そういう。まあ、マンション管理士、管理業務初心者だけじゃないですけどね。そういう資格試験本があります。はい、えー、そうです。そんな簡単に受かってたら。 は話ですね、えー、試験作る方だってですねそんな簡単に受かってしまったらこれ職業資格ですから職業資格のの中でで使えなくなくるのは当たり前ですからねで特に、まあ、最近よく見られるのはやはりそれに向けて努力してるかということなのでねその努力をするということは、まあ、仕事につながっていくってしょう,うということでまあいろいろ手回しなかへですね、えー、時間かけてやっていかなきゃ取れないってしているのはこれは大基本です。ですねただ まあそのこととですね、えー、のんべんだらりんとやるということはこれまた違うのでね、えー、効率やらななきゃいけないけことは確かです、まあ、先ほど言ったように、まあ、長い方でこれから先6月、えー、半年しかありませんのでねその中でどう受かってか半年じゃ5か月ですからね、えー、5ヶ月のどの中で受かっていこうかっていうとなるとやっぱりここは効率よくやらななきゃいけないいけとうのは確かですそこで、まあ、今回のもう一つの目線としてあるのがこのやっぱり。 過去問ですね、えー、この時期から始めて、まあ何とか間に合わせていかなきゃいけないとなるともう過去問に徹してやる、まあ、これに尽きるかと思います。はいですね でまあ、こういった資格試験、まあ、全般に言えることなんですけれどもその職業に要求される、えー、知識としては過去を聞かれていること、まあ、これをまあ何度も何度も繰り返し聞かれるのは当然ですからね、まあ、過去問の大切さはよくご存知のはずなんですがやっぱりここのところいろんな情報が氾濫しすぎてるんですかね例えばマンション管理士なんかではですね「えー、いや過去問だけやってても無理でしょう」 っていうのをね、誰がどこで判断したか知りませんけどね。ちなみに受かった人はみんな言います、ああ過去問しっかりやってて良かったと、えー。おそらく過去問だけでは足らないっていう人は過去問をやってない落ちた人でしょう。というところでしょうかね。で、管理業務審査もまあ、去年なんかちょっと とですね、えー、意地悪なところがあっていやとてもとても過去問なんかねで科目の中でですねこれ、まあ、毎年毎年管理業務主任者は設備系とかね134問出てくるんですかね、まあ、去年なんかですね、えー、とちょっと下の方にね資料があるんですけれどもこの一番下と次の行のところは管理業務主任者マンション管理者のどういう科目が出たかっていうことなんですがそこの管理業務主任者のずっと右のところに行きますと建築設備系で合計でまあ法令も踏まえて12問出題されました。 で12問のうち過去問をしっかりやっとけばズバリズバリ解けた問題がどれぐらいあったかっていうとですねそうなってくると、えー、もう確率よりも4択ですからね確率よりもひひ、えーまあ、低いところをなぜ過去問をやる意味があるのかっていうふうに、まあ、結構言われたんですけど、えー、これもちゃんと過去問をやってる人は ズバリズバリしか解けない問題は23問しかなかったんですが合計12問のうちやっぱり受かった人は半分点点か7点は取ってました、はい、自信はなかったとは言いつつあとあとでちゃんと自己採点すれば、えー、そうするとね、えーまあ、中には8点9点と取ってる人もいたんですけどね。はい、で 過去問をやる意味はもちろんですね、えー、過去に出されたものなので、それ簡単に答えが出てますから、それを覚えておけば解けるということなんですが、去年などの傾向を見るとこういうところもあったんですね。えー、確かに解けないんですけれども、まあ、過去問をやってると傾向が上がってくるんですね。それからまああの先ほど言った設備や建築の問題などはあの問題自体がものすごく稚拙なんですね。ですので言葉をある言葉だけ入れ替えて誤りにしたりっていう、そういう特徴を結構、 覚えておくんですね。そうすると、去年の合格した人に聞いて、えー、この建築設備で十二問のうち八点取った方は確かに三問だけは確実に過去問やってたのでわかりました。残りの三問なんですけれども、えー、今までの傾向の中でこの言葉はおかしいだろう、えー、この言葉もおかしいだろうっていうので二問解けました。それからこの問題はどうあがいても何が書いてあるかわからないんだけれども、そういう時はあ先生言ってた、あい最後には常識に戻れと。 あの明らかにおかしすぎだろうというのが1問あってそして勘で、えー、2問で合計で8問なんですね。 えー、ポイントは過去問で覚えてるだけじゃなくてその傾向で、まあ、問題の作りが分かってくるということと最後の手段までも踏まえていくのでね結局過去問をやるっていうことはその答えを覚えるだけじゃなくて傾向をつかんでそれに対策が非常によく取れてるっていうことなんですね。ですので、まあ、ここは絶対的に過去問をこれ大切にしてみてくださいっていうところなんですね。それととと、まあ、もううつは、まあ、効率よくやるということで これ楽してやるってわけ効率よくやるということはですねこれも一つ資料を見ていただきたいんですけれどもやたらめったらその過去問といえども手を出さないということですねこれ次のページに、えー、これ昨年の、まあ、せっかく本試験を分析とあるのでね2018年の管理業務主任者なんですが、えー、まあ例年に比べると若干難しめでですね、えー、合格ラインが30の3点でしたですねはい30の3点でした。ででとということははすね逆に私は 17問落この表はですね、まあ、ちなみに、えーまあ、これは回答してくださった方の範囲なんですけれどもこの問題を、えー、1問につきですねどれぐらいの人が答え回答できたか全受験者の中でね、えー、一番上のなんかは 97%100 人のうち、まあ、9 7人が答えれたっていうことで、まあ、非常に簡単な部類の問題ですということなんですね。でです。 ずっとその、えー、正解率が互い順にずっと並べていくって上から取った33問目、えー、これが正解率が54ですですのでまあ極論いくとここまでの比較的取りやすい問題33問をちゃんとミスなくやっていけば合格してあとの正解率が低いような30何とかうんんレベルのやつは無視しても ちゃんと合格ラインは乗るということなんですね。はい。まあ、その辺でメリハリつく。ここは絶対過去問やってないと見えてこないところなんですね。で、まあ確かにこういう声がありましょう。えー、去年33点で、えー、その33問目の、えー、まあ難易度でいうと簡単な部類で33問目行ったとき、54点。これ。 カニゴムシンの試験は比較的ちゃんと勉強してみんな行ってますからそのうちの半分しか取れてないそれ取らなきゃいけないのかって一瞬うっとなるんですけれどもここはもう少し逆転の発想でいきまちょっと分かるように目印つけますがね、えー、グレーに変わってる上のところです、えー、この「優しい」というところですね。 まあいきます、えー。受験者のみんなが七十パーセント取れてるという問題は試験対策ちゃんとやってればほぼほぼ回答できるような問題なんですね。それをちゃんと取ってればちゃんと受かります。二十七点。あと一二の三の四の五の六六点足らんやないかって突っ込みやめてくださいね。それはもちろんこの二十七点取ってれば残りの四択ですからね。四、うんえー、択ですから、えー、その先は言いません。どうあがいても点ぐらいは。 入ってくるはずです、まあ、この感覚はてくださいですから、まあ、結論先にいきますと、まあ、おおよそ去年のレベルであれったとしても管理業務主任者の試験ね、えー、みんなの受験の中でですねおおよそ大多数の70%の人が取れる問題をまあミス一つもなくっては難しいんですけれどもそれをしっかり取っていれば残りの6問、うんえー、23、えー、問あるんですかね23問のうち6問確率計算してください。 でその気持ちで必ず受かりますっていうところなんですね。えー、でメリハリハをつけましょうなんですそしてちょっとせっかくですからね、あのー、今回、あのー、このレジュメの後ろの方に昨年取材された去工、えー、が載っておりますので、まあ、どういうレベルかっていうことと一、えーまあ、つ二つね検証したいんですがせっかくですねえー、とちょっとページ数が売ってなくてその問題番号になってしまうんですが。 26番目の電気っててていいう問題開けてみてください、えー、これですねでこの、えー、っと過去問が載っかっているのはこれレックの過去問集から抜粋してですね、えー、左側見開いて左が問題で右が解答なのですぐ解答が出ると思いますけれども、まあ、せっかくです、えー、30秒40秒ぐらい、えー、皆さんその中で時間止めていいのでこういう問題が出ましたよっていうのでちょっとやってみてくださいはい。 はい、とこの問題は、まあえー、設備の問題の中でも、えー、ここのように重要度が書いてあって、えー、C ランクすなわち ABC とあったらまあこれはやらんでもいいかなって思うような問題なんですが。 比較的合否を分けた問題でした昨年で言うとね決して優しくはありません、えー、というのは、まあ、あの優しいとは書いてあるものの72%ですですので、まあ、これは取らなきゃいけないっていうものの、まあ、結構ミスした人も多いっていうのは一つの例なんですねで、えー、なぜかというと過去問では全く歯が立ちません、えー、ががです、えー、過去問で歯が立たない時は、えー、なんか言葉の引っ掛けがあるはずなんでっていうところです実は言うとこれもなかったんですね えー、ところでこの問題はそうなってくると特に建築や設備の知識は今まで何年間か生きてきたんですからそこは計,計測と持ってきて,くて、えー、もらいましょうその中で明らかにおかしいでしょうとこれがですね過去問やってて答えがもうそこで時点で出てる時に絶対経験則持ってきたら失敗するんですけどもう過去問やっててわからない時はもう最後の手段経験則しかありませんまあ、順番間違えずに過去問ではなかったそして、えー、明らかに言葉の入れ替えもなかったその順番で出てきた たときに経験則ですね一番目はい、えー、読み一番だけ読みますね、えー、分電盤内に設置されている漏電遮断機なん、えー、のこっちはなんですけれどもここを括弧書きでブレーカーって書いてくれてますね、えー、それから配線用の遮断器と、えー、安全ブレーカーと書いてあります電力会社の所有物です、えー、レンジとかいろいろ電力使ってバシッと落ちた時にブレーカー落ちますねブレーカー上げようとした時に電力会社呼びますかね ちゃんと自分で上げてますね。元に戻してますね、えー。で、電力会社から借りてるっていう状況もないはずなので、えー、そうすると電力会社が所有者のままっていうのはおかしなはずです。うん、その感覚なんですよ。実を言うとね。ただ。 他の足で明らかに、ね、誤っていいるものが見えなきはこういういいい経験則。だたこのパターンで先ほど言ったように去年で言ってもその管理業務主義者建築設備の問題12問のうち過去問でズバリでは2問しか取れませんでしたで言葉の入れ替えで23問そして最後には常識感覚でもう1問か2問を上乗せできるんですね。これはやはやり。 詰めて聖栄恒止めて閣問をやってないとなかなか見えてこないんですけれどもこれが過去問学習という意味合いではあります。 はい、ちなみにもう一つポイントがあって、えー、過去をしっかりやってる人は4択じゃなくて少なくとも足の2は絶対正しいっていうことで自信があったんですね。これは何度か出題されているところ全4足が全く歯が立たないわけじゃなくて、まあ、2番は確実に正しいだっていうことはこれもちろん分かってそうすると、まあ、確率論としてはね、えー、3択よりも、えー、4択よりも3択3択よりも2択って絞った上で、まあ、どう考えても 3つを比べた中では絶対1番がおかしかろうという形で回答できているのがこれ合格者の現状だと思ってください。はいですね。えー、これがもう一度だけちょっと検証してみてください足の一番。どう考えてもおかしいですという話です。はいで これはもちろんマンション管理士に関しても言えることですでマンンション管理士もですねずっとそのレジュメを進めていただきますと、えー、これはページ数打ってますね8ページに昨年のマンション管理士の試験分析としてあっ でそこに、ね、回答一覧といって先ほどの管理業務主任者と同じようにですね、えー、上から順番に、まあ、簡単な問題から挙げていくんで,でマンション管理者は去年、ね、非常にレベルが、えー、というか問題自体が優しかったんですけどねやはり同じぐらいで大体、まあいいえー、56%正解率でいうところね、まあ、そこが、まあえー、合格ラインである38点でしたというところです。だだから厳、まああのー、厳ししいいことは厳しいんでですけれれどもそれでもそまだ 38点ですから12問落とせますさらにさらに先ほどの4択っていうことを考えるとまあおよそ6割5分のところぐらいまでの問題がね取れていればそれで十分合格するっていうことなんですねで、えー、っとこの官業もマンもですね試験が始まって えー、今年で19年目なんですかねはい今年でですねで大方20年経ってきてですねいろんな傾向が出てきたりそれから悲しいかな10年選手も出てきております特に管理業務主任者でさらにさらに言うと。 管理業務主任者はもうすでに7年前に受かってるんですけど以降、えー、マンション管理士ずっと受けててなかなか受からないでレベル間でいくとやはりマンション管理士の方が管理業務主任者よりも難しいんですけどねまあそれにしても、えー、管理業務主任者はちゃんと7年前受かっているのでなぜかなぜかマンション管理士だけずっと受け続けて,て受からないという方も結構出てきているんですねズバリその方たちはどうしても過去問をないがしろにしてる傾向が出ておりますね。ですねでやはり やはり過去問やっててもなかなか歯が立たなかったりするのでねっていうふうに言うんですけどうんやっぱりやりこなしがあっていうのは私の正直な感想です。でですやっぱり今回そのマンション管理士からも一例二例検証をあげたいんですけどね、えー、やっぱちょっと法律系みたいんですけれども。 これもえっとその8ページ以降の問題の中で今度はかマンション管理士の問題としてですねえ問い番号の,この25番管理者という問題ねえここに上がってるんですけどよろしいでしょうか25番としてね管理者としてありますはいはいこれもまあ30秒程度映しますのでまあちょっと解けないまあ時間がない方はまあ映像を止めてみて考えてみてくださいですねまあもちろん右に 回答ははありますかね、はいこれも正解率自体は低くはありませんもう基本中の基本の問題ですが、まあ、それにしても、えー、16%の人間違うかなっていう感じなんですね。えー、回答としては 管理者です。えー、規約に特段、えー、特別な定めがあるときは共用部分を所有することができる。ただこれ何のことを言ってるかさっぱり勉強していなきゃわからないんですが、いわゆる管理所有者のことを言ってるだけですね。えー、管理するための便宜上の所有者になる。まあその一言をもって正しいと判断してくれればいいんですが、なかなかそう判断できなかったとしても、 おおよそちょっとボケた感じの表現だけども4番正しかろうまあそういう時は必ず検証として123の誤りを探してくださいというふうに僕よくやるんですね。えー、1番目誤っていところだけチェックしますと裁判所にはですね管理者のですね。求っていうものはできるんですが裁判所に対して専任請求 こういういものはできません制度として意味がないのでありませんといいう話ですねはい、ところで2番目ですけれどもその管理者は年1回集会においてね管理事務の報告をしなければいけませんがその集会においてしなければいけないところを,をこの書面の送付を持って変えることができるかってそれはもうできるわけありません。はい、えー、続いて足の3番目ですね。えー、管理者は点々点々原告被告となった時にはその旨を区分所有者に通知しなければいけない。これもしですね 規約の定めによって原告被告となった場合はその旨をね通知しなければいけませんが今回の足の3番は集会の決議で決めておりますので通知などする必要はありませんそう考えるとどのまでいっても足の1番から3番まで絶対余ってるので少しボケた表現ですけど確実に必ず4番って回答できるんですね。で、えー、何度も何度も受験して過去問をやっているのにはあって思った方はもう完全に「 えー、昨年の受験から今までで完全にが抜けております何回聞かれたかわからないような引っ掛けだったりするのでね、えー、これは過去問をやってれば、まあ、もちろん足の4番が分かればそれでいいものの、まあ、最近傾向として多いのが4番で自信なかったとしても他の足誤り誤り誤り残ってる4番しかないだろうといういわゆる消去法で解くような問題ね多数ありますので、まあ、その傾向とともにも確実に取らなきゃいけないっていうものなんですね。というパターンです。 時間がないわけないもう一問だけ次あ、えー、1ページ見られていただくと今度は管理組合法人としてね、えー、35番の問題がありますはいこれ えー、時間のあれ都合もありますので私が読み上げていきますね、えー、管理組合法人の理事・幹事、えー、に関する次の規律のうち区分所有法の規定によれば正しいものはどれか管理組合が主たる事務所の所在地において1番目読んでます登記することによって管理組合法人になる場合において管理組合法人の幹事については登記されないはいその通りです <laughs> されませんされません ポイントはもちろんその管理組合法人というのは登記することによって成立するんですがその時の期間ですねいわゆる理事とか幹事もちろん理事は登記していきます、えー、ある程度の責任を持つということなんでね、えー、幹事は登記されませんえー、そこまでやるのと思わないでくださいこれはですね管理業務主任者においてはもう何回か聞かれたところで近いところで言うと、えー、平成の25年にしっかり聞かれてるんですね。っていうところです。過去もやっ てれば絶対的な自信を持って回答できる問題なんですね。で、えー、言いたいのがえーというように横に見ていただくと正解率が57%、うん、半分ぐらいの人がしか取れてないというところなんですね。でこれは昨年の問題の中で一番ショックを受けたところですね。えー、まあ、過去に何回か聞かれてる。しかもこんな簡単な、まあ、ちょっと形式的なことではありますからね。で えー、今日のもう一つずっと言いたいところ特にマンション管理者の方なんですけれども、えー、何年か、えー、管理業務主任者を受かったと何年かやっててなかなか受からないって人のおおよその傾向としてあるのは管理業務主任者を受かった時にやってた過去問を全くやってない。 っていうことなんですね、えー、ずバりマンション管理士一皮むけるんだったらちょっと昔に戻って必ず管理業務主任者の過去問はやっておいてください、えー、ここねまあちょっと5年後、えー、4年後か4年後に出題されたっていうので間相手はいますのもんね、えー、前出題されたのが平成25年ですまあそこから数えて何年か後にこうやってですねマンション管理士の試験で焼き増しで出てくるんですよ。ああののー、やはり、あのー 近年の傾向、一つの傾向なんですがもうネタ切れはネタ切れな中でですねマンション管理士の過去問というよりも、まあ、マンション管理士の本試験の中でも管理業務主任者の、えー、として取材されていた過去問のズバリっていうのが結構多いのでね、えー、そういうところをないがしろにしないようにです。でちなみにですねこれもちょっと冒頭の,あのガイダンスの一番の、えー 表題お題のところにあったんですがちなみにマンション管理士受験されてる方っていうのはずっと概要の下のところを見て米印のところを見ていただければ分かるんですが、えー、管理業務ム新者を合格したらですね5点免除を受けますのでその流れで受ける人が多いです。で昨年でいきますと マンション管理士受験されてる人のまあ、申し込んだ方なんですけどね、えー、そのうちの、えー、40%もうすでにマンション管理室で管理業務主任者を受かってて免除を受けてる対象です。だから、過去に管業を受かってる人が40%いるんですね。で、先ほどの問題、この低たらくは何だまあ、忘れてるというと、その通りなんですけれども。もう絶対的にね、えー、マンション管理士で何年か何年か時間かけてもなかなかっていう人はもう。 過去問から外れすぎ、まあ少なくとも他の、えー、わけのわからない問題集やるんだったら。 管理業務署になる過去問に戻ってください、えー、これで毎年何本かはちゃんと拾っていきますのでねまあ、少し目線を変えてですねマンション管理士今年受けられる方もまあ、ここから先なかなか短い時間の中ですけどね、えー、過去問をちょっと大切にしてやっていただければというところなんですねまあ、そこがまあ今回のガイダンスで一番言いたいところですねはい。なんといってももう一台 戻りますが、夏スタート間に合うか間に合わないか、こんなものは自分自身で、えー、の気持ちだけです。まあ、その中で、えー、楽しては受かりません。それからえー、まあ、全く勉強するのは絶対無害。基本的には勉強量は絶対的にいります。ただ、その中で絶対効率的にやることね。効率的にまあ、そうなってくると、できる範囲で寝ると、もう過去問に徹するしかないでしょう。ということなんですね。でえー、まあ、こっから多少なんですが、えー、その過去問をまあ、いかに。 効率よくや,、えー、やっていけるかということでレックは毎年毎年夏から間に合う「即週講座」というのももちろんやっておりますのでねえその「即週講座」はもちろん最低限のインプットとそしてどん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 ,どん過去問をやっていこうということですねでそのインプットの講座の中でもほとんどがまあ過去問に直結するような形で簡潔にえ1日1時間ということでねえ進めておりますのでもしもしこのえーガイダンスえ聞いていただいてあ うん、それだったら何とか受かりそうという気持ちになったのであればぜひぜひ、えー、各校においてね、えー、こういう講座っていうので、えー、まあ,あのご利用していただければこれ幸いと存じております。はい、そして、えー、この、ねえー、秋それから冬にかけて、えー、11月の末と11月の最初の試験にねまあ気持ちよく、えー、万事を尽くして、えー、試験挑めるように 祈っておりますそして来年のね合格発表、えー、一緒に喜びたいと思いますのでまあその点も併せてよろしくお願いしますはい、それでは、えー、ガイダンスの方ですがこれぐらいでお話し終了させていただきますありがとうございました